でもハユンがそこまで言うなら韓国製のインナーでもいいかも。どんな感じだろうって期待して着てみると、ドイツ人女性によるヒートテックにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本のヒートテックは使えない、ユニクロのヒートテックを見下す韓国人女性が実際に試してみた結果の話題です。海外、冬にこれを着ない理由はない。寒い時期の定番アイテムともいえるユニクロのヒートテックが登場したのは2003年のこと。ラインナップも充実しており、冬でも暖かくファッションを楽しみたい人たちを中心に人気があります。近年では世界的にも注目されており、世界中での累計販売枚数はおよそ15億枚以上だそうです。ただ海外では日本よりも価格が高いため、日本に行く機会があったらヒートテックを買って帰りたいという外国人さんもいるようです。さて今回ご紹介するのはドイツ人女性によるエピソードです。彼女はドイツで購入したユニクロのヒートテックを引っ越し先の韓国でも愛用する予定だったそうです。ある時、友達の韓国人女性から韓国製の発熱インナーを勧められ、試してみて衝撃を受けたと語っていました。彼女は一体どんなことに気づいたのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。夫の仕事の関係で韓国に行くことになったのが数ヶ月前のこと。私は海外といったらヨーロッパの国しか知らない、アジアに行ったことすらないのよ。そんな私が韓国で暮らすことになったんだもの、はっきり言って不安しかなかったわ。韓国について詳しいわけでもないし、最初はかなり戸惑った。私は特別な感情はないけど、ドイツには韓国を嫌っている人が多い。友人もその一人で、私が韓国に行くことになったと話すと露骨に哀れんだような顔をされたわ。彼女が言うには、ドイツ社会は秩序があって規則的な人が多い。それに対し韓国の人は無秩序でラフすぎるというの。韓国企業がドイツ経済に影響を与えていることも関係していると言われた。反対に韓国人はドイツが好きだという話も聞いた。イギリス BBC 放送が行った世界16カ国と EU を対象とした国家イメージアンケートの結果に出ていたのよ。それによると、ドイツを最も好意的に見ているのが韓国で、最も韓国を否定的に評価したのがドイツだったわ。だからといって私たちが韓国に行くことに問題はないはず。夫から韓国にいる期間は長くて2年と言われているから、韓国の文化や気候なんかを調べておいた方が良さそうだ。例えば食事のこと。ドイツではランチが食事の中心。昼食に手の込んだ料理を食べて、朝食や夕食では火を使わない温かくない料理を食べるのが普通なの。夕食を出来合いのもので済ませることも多いのよ。食事中は会話を楽しみ、同席した人の料理が全て揃ってからみんなで食事を始めるわ。だから食べ始める時に料理が冷めてしまっていることもある。韓国だと目上の人が食べ始めるのを待ってから食事をするみたい。それに目上の人にお酒を飲んでいる姿を見せるのは NG らしいの。そういう機会はないかもしれないけど覚えておこう。カトラリーはお箸とスプーンだって言うから、ちょっと練習しないとダメかも。ドイツは冬の寒さが厳しくて、夏は割と過ごしやすい。湿度が高くて気温もそれほど高くならないの。韓国は1年を通じて乾燥した日が多く、夏と冬の寒暖の差が激しいらしい。私たちが暮らす予定のソウルは寒さが厳しいみたいだ。ドイツとどっちが寒いのかしら。実際に韓国に行くまではいろいろと不安だったけど、行ってみるとなんとかなりそうだって感じたわ。ソウルに引っ越しをして生活し始めると、韓国は外国人に優しいことに気づいた。ソウルには市が運営する外国人総合支援機関のソウルグローバルセンターがあって、ソウル在住の外国人の生活をサポートしているらしい。外国人が韓国人と同等の生活を送れるように支援することが目的だそうだ。ドイツ語が話せるスタッフはいないけど、
英語であらゆる分野の相談に乗ってもらえるの。ソウルには約40万人の外国人が住んでいて、年々国際化が進んでいるらしい。ソウルグローバルセンターでは、携帯電話の契約やクレジットカードの発行、ビザの延長のことも相談できる。もちろん観光案内のパンフレットも用意されていたわ。法律とかの専門知識が必要な分野の相談もできるから安心だと思った。驚いたのは韓国語のレッスンまで受けられること。しかも無料なのよ。これには大助かりだったわ。レベルや目的に合わせた授業を行っているの。教材だけ実費になるけど、おかげで韓国語が上達したわよ。パスポートさえあればレッスンを受けるための申請ができるから簡単だった。韓国に引っ越すとき、一番不安だったのが韓国語をどうやって勉強しようってことだったの。でもこれで解決したわ。文化や食事のマナーの違いはあるけど、よく考えたら韓国の人と過ごすことはあまりない。食事は夫と2人、あるいは私1人で取ることになるし、大きな問題はなさそう。1人で食事を楽しめる場所がたくさんあるのもいいと思った。おしゃれなカフェやレストランが多いから、食事をしながら写真を撮って楽しむこともできる。夫に見せるんじゃなくて、ドイツにいる両親や友人に見せるためよ。チェーン店も多いけど、内装にこだわったおしゃれなお店もたくさんあるし、ランチの場所選びで困ることはなかったわ。それに韓国では移動にかかる費用が安い。ドイツでも電車やバス、地下鉄、トラムといった交通機関を安く利用できるけど、韓国もかなり安いの。路線が多いし、タクシーを使うこともできるから移動するのも楽だった。ソウルは大都市だけど、山や川などの自然に恵まれた場所でもある。それに人工河川のチョンゲチョン沿いは散策路にぴったり。思ったよりも過ごしやすいところでラッキーだと思うわ。やっぱり慣れない海外生活で精神的な疲れが溜まっているし、息抜きできる場所があるのはとてもありがたい。それに韓国に来てから友達ができたの。彼女の名前はハユン。年齢も近いし、英語が堪能だから色々な話をするようになった。彼女はコスメショップに勤めていて、ボーイフレンドはいるそうだけど、まだ結婚はしていない。ドイツでは香水対策のスキンケアが欠かせないの。でも韓国ではどうなんだろうと思って相談したことがきっかけで会話するようになった。韓国の水道水の高度はドイツよりも低い。それでも韓国人女性はスキンケアに時間をかけていて、お風呂上がりには何種類ものスキンケアアイテムを使うのが一般的だそうだ。確かに韓国には肌の綺麗な女性が多いように思う。きっとみんな毎日しっかりスキンケアをして美肌をキープしているに違いないわ。ハユンは韓国式スキンケアだけでなく、ソウルのおすすめスポットもたくさん教えてくれた。地元の人が利用するような韓国料理のお店や話題のカフェ、穴場の観光スポットも。おかげで夫が休みの日に一緒に出かける場所が増えたの。ある時、私とハユンはお気に入りのカフェでおしゃべりを楽しんでいた。韓国の気候の話になり、冬はどんな感じなのって聞いてみたのよ。するとハユンは、ソウルの冬はかなり寒さが厳しく、マイナス10度まで下がることもあると教えてくれた。だとすると、ミュンヘンと同じくらいかもしれないわね。ハユンはこれからもっと寒くなるから、今から寒さ対策を知っておいた方がいいっていうの。シベリアの冷たい空気が大陸を伝って韓国に流れ込むから、12月から2月はかなり寒くなるって。気温が低すぎて電子機器の調子が悪くなることもあるから、スマホを持ち歩くときは気をつけた方がいいとも教えてくれたわ。それに韓国の冬はものすごく乾燥するそうだ。外を歩いていると唇が割れることもあるらしいわよ。しっかり保湿しないと肌がボロボロになりそうね。私がそう言うと、家の中でも乾燥対策するのがおすすめだって言われたわ。加湿器を使うとか、タオルを濡らしてかけておくとか。外出するときは冷たい外気に直接触れないようにしないと、気温によって痛みを感じることもあるらしい。足元はムートン付きのブーツ、コートはフード付きで帽子の上からかぶるといいとか。手袋やマフラー、マスクも必須アイテムで、帽子は耳まで覆えるものがいいそうだ。じゃあドイツの冬と同じような格好でいればなんとかなりそうね。
一応韓国に来る時にユニクロのヒートテックを持ってきたんだけど、大活躍するかもしれない。もしかしたら足りないかも。私は韓国の人たちがどんなインナーを使っているのか知りたくなって、ハユンに聞いてみることにした。するとハユンは韓国製のインナーを愛用しているという。マイヒートという発熱インナーだそうだ。私がヒートテックじゃないのねと言うと、ハユンは怪訝な顔をしたわ。はぁ、それって日本製でしょ。マイヒートの方が高性能だから私は買ったことがないわ。で、え、韓国製のインナーの方がヒートテックよりも優れているですって。今度は私が怪訝な顔になってしまったわ。ハユンはいかに韓国製のインナーが優れているか語り始めた。韓国製のインナーウェアマイヒートには高い吸湿発熱機能がある。吸湿発熱機能というのは、体から出る湿気を吸収するときに生じる吸着熱によって発熱する機能のこと。汗などの水分を繊維が吸収して発熱するの。韓国の国内メーカー4社の吸湿発熱機能に自信のある製品とユニクロの製品について、国家公認機関である韓国衣類試験研究院で比較試験を行った結果、優れているのは韓国の国内メーカーであることが分かったのよ。韓国の製品では20度だった温度が 4.28 度上昇したのに対し、ユニクロの製品は 3.48 度だったそうなの。つまりユニクロよりも韓国製の方が優れているってことになるわ。私はそれを聞いて、本当に韓国製のインナーの方が優れているなら、ヒートテックを買い足さなくてもマイヒートでいいかもしれないって思ったの。ヒートテックはドイツでも大人気の商品だ。ドイツでは外は寒いけど室内は暖かい。外出するときは分厚いコートを羽織るのが一般的だった。そこに登場したのが薄手で動きやすい、しかも暖かいという高機能インナーヒートテック。ドイツの人は見た目のデザイン性やメンテナンスの方法、そして着心地の良さを重視する傾向にある。機能性や品質が重要なのよ。ヒートテックは汗をかいてもすぐに乾くから、スポーツやワークアウトにも最適なアイテムなの。それ以外のユニクロ製品も人気があるわ。アウターだって好評よ。ユニクロはシンプルなデザインで品質が良く、それなのにあまり高額じゃないから手を出しやすいしね。ドイツはブランド品よりも安くて高品質なものを求めている人が多いから。ユニクロはスタッフの接客態度がいいことでも知られているわ。でもハユンがそこまで言うなら、韓国製のインナーでもいいかも。実際に愛用している彼女が言うんだし。私はドイツからヒートテックを1枚だけ持ってきたから、今度試しに韓国製のインナーを買ってみよう。私は早速冬の寒さに備えて韓国製インナーマイヒートを購入。どんな感じだろうって期待して着てみると、あまり暖かさを感じない気がする。肌触りが悪いわけではないけど、ユニクロのヒートテックの方が断然いいわ。どうしてハユンはこれを勧めたのかしら。これも一応発熱インナーのはずなのに暖かくないのはどういうことだろう。私は気になってマイヒートについて調べてみることにした。するとマイヒートの素材はエアロヒートエクストリームという発熱ポリエステルであることが分かったの。エアロヒートエクストリームは糸の中にミネラル物質が含まれていて、太陽や照明からの光を吸収して熱エネルギーに変えて放出するのだそうだ。体から出る水分を素早く吸収して乾燥させる機能にも優れていて、快適に着用できるという説明があったわ。さらにエアロヒートエクストリームは洗濯機や乾燥機を使った後でも永久に発熱可能な糸だとか。永久？本当に？ちょっと信じられない。というかインナーは中に着るものよね。それでどうやって太陽光や照明の光に当てることができるのよ。シャツの下に着ているのに。そもそもこれ韓国で人気があるのだろうか。ハユンは気に入っているみたいだけど。調べてみると韓国でもユニクロのインナーの方が人気があることが分かったの。韓国製のインナーよりも暖かいと感じている人が結構いるみたい。それもそうよね。ユニクロのインナーの方が先に販売されているし、ドイツをはじめヨーロッパでも大人気だもの。
韓国のマイヒートは割と最近のものだし、知名度も低いのかもしれない。韓国製インナーウェアブランドの BYC は、2001年に日本東洋坊の素材を使った発熱インナーブランドを出したけど、大きな成功を収めるには至らなかったらしい。他にも韓国の下着ブランドサンバンウルが発熱インナーのヒートアップのラインを強化しているそうだけど、どうなのかしら。韓国の人がユニクロの製品を選んでいることがその答えと言えるんじゃないかしら。韓国でもユニクロは大人気だそうだ。以前ユニクロがオフライン店舗で商品を購入したお客に対し、金額に関係なく無料でヒートテックを贈呈するというイベントを開いた時、ユニクロの店舗にお客が押し寄せたという。無料贈呈されたヒートテックは合計10万枚だったそうよ。それほど注目されていて人気があるのに、ハユンがユニクロのインナーを選ばないのはどうしてかしら。後日、私は一人でユニクロに行ってヒートテックを買おうとしたの。ユニクロに行く途中でカフェに寄ると、ハユンとばったり会ってしまった。ハユンは私を見るなり、どうだった？マイヒート良かったでしょ？と聞いてきたわ。私が正直にユニクロのインナーの方がいいと伝えると不満そうな顔になったの。そこで私は、ねえ、ヒートテックを試したことはあるの？と聞いてみた。ハユンは一瞬答えにくそうな顔をしたけど、ないと答えたわ。私は、この後ユニクロに行ってヒートテックを買う予定なのよ。あなたも試してみない？と誘ってみたの。ハユンは最初は乗り気ではなかったけど、結局一緒に買いに行くことになった。そしてそれぞれ1枚ずつヒートテックを購入。その後、ハユンから電話があった。ちょっとすごいわ。何これ、明日もう一度一緒に行ってくれない？って言われたの。もちろん OK したわ。翌日ハユンはユニクロでかなりの数を購入した。おすすめの商品を教えてほしいとか、家族にも買ってあげるんだとか、なんだか興奮状態だった。そしてこんなことを言ったわ。実は不買運動がすごかったからユニクロには行かないようにしていたの。周りの友達はみんなユニクロとかの日本ブランドを毛嫌いしていたし、着る勇気がなかったのよね。でもあなたのおかげで素晴らしいインナーを知ったわ。今度はボーイフレンドも誘って買いに来るつもりよ。と、韓国での日本製品不買運動のことは聞いたことがある。ユニクロや無印良品といった日本のお店に行くと、家族や友達から非難されるかもしれないって考える人が多かったみたい。ハユンもその一人だったのね。その後ハユンに会った時、家族がヒートテックにハマったという話を聞いたの。日本製はすごいのね。試してみて大正解だったわ、とも言っていた。私もこれから先もヒートテックを愛用し続けるつもりよ。何でも日本のユニクロの方が安く買えるそうだから、ドイツに帰国する前に日本に旅行に行くのもいいかと思っているの。夫に相談してみようかしら。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。半日とか関係なくユニクロ以外の製品が気になっていくつか購入してみた。でも結局はユニクロのヒートテックが一番着やすかった。防寒インナーは服の下に着るものだから、発熱性だけを重視してはいけない。ユニクロでマストバイはヒートテック。冬にこれを着ない理由はない。私もヒートテック大好き。すごく柔らかくて薄くて暖かいからね。日本にいる時、ヒートテックのシャツとパンツを着ていたわ。雪が降っていてもヒートテックがあれば全然大丈夫だったの。旦那は風邪をひいて、私はだから言ったじゃんっていう感じだったよ。日本製は信頼度が高くてハイテクな製品が多いよね。僕の国にユニクロはないんだよ。日本に行きたいな。ユニクロは日本企業だから批判したくなる気持ちも理解する。しかし実際に使ってみるとユニクロが圧勝だ。なぜ国内企業はユニクロのような製品を作ることができないのか。私フランス人なんだけど、フランスで何回かヒートテックを買ったよ。暖かくて着心地も良くてとってもいいわね。日本の製品は機能性に優れている。
ユニクロもそうだけど、日本製は安心して使えるんだよ。私の彼氏は冬になるとヒートテックを着ないと出かけられないのよ。おかしいでしょ？一度着てしまうと離れられなくなるわよね。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したドイツ人女性は、韓国製のインナーを試したそうですが、日本製の方が優れていると感じたようです。そのことを知った韓国人女性もユニクロにハマったようなので、今後もユニクロ製品を使い続けるのではないでしょうか。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。